やってきたのは金沢市有松にある東大セミナー金沢校。ここに学習塾としては珍しい施設があるということなんですが、昨年、はい、スタジオを作りましたね。あ、スタジオ、自前のスタジオがあるんですか。はい、この校舎とあと、はい、東京の新宿で2カ所作りまして。本当だ、撮影スタジオって本格的でしょ。先生が今収録されてるんですか。そうですね。数学です。私が苦手だった。僕も苦手だった。本当ですか。今でも時々数学でうなされる。あ、一緒です。私も数字を見るとちょっとなんかこう。ほんまじです、はい、あ、偶然ですね。よかったです。お邪魔します。どうぞ。すごい、これ防音ですよね。そうです。わー、ライトもあって大きな画面もあって。先生が今お一人で何をされているんでしょうか。はい、あ、中学2年生の授業を行っています。新型コロナウイルスの感染防止策として今やどの分野でも必須となってきたオンラインでのコミュニケーション。多くの企業が対応に追われる中、東大セミナーでは去年の春から授業の動画配信という形で学生をサポートしてきました。生で直接授業するっていうことはやはり減っているんですか。そうですね、減ってます。はい、状況が状況なので、違う形で、オンラインの形が一番ベストっていう状況かなと思って減ってはいるかなというところですね。はい、どんな感覚ですか。そうですね、気持ち的には寂しい気持ちもあるんですけど、もうそこのカメラの前にですね、生徒がいると思ってですね、はい、結構普段よりテンションを上げて話をですね、授業してます。そうして撮影された授業を生徒は支給されたタブレット型端末でいつでもどこでも好きな時間に見ることができます。といってもピンとこない人がほとんどですよね。ということで実際に体験してみました。ここ通るのは決まってるので、このグラフですねを見てあげると、ここ 20x が20の時に300ですね。で、わからないところがあったときには、ここ通るのは決まっているので、このグラフですね。巻き戻したりしながら聞くこともできるんです。見入っちゃいますね。ああ、そうですか。はい。目の前に先生がいないっていう違和感をもう少し感じるのかなと思ったんですけれども、意外と私のために授業をしてくれてるっていう距離感がすごく近く感じます。マンツーマンな感覚ですよ。で、ヘッドホンもしてるので声もダイレクトにこう聞こえてくるので。そんな東大セミナーのオンライン授業ですが、もともとは新型コロナ対策でなく少子化対策として始まりました。生徒が少しずつ減ってきた、石川県も公立高校この半分は定員割れを起こしますから、塾業界は生徒が押しかけてくる時代からですね、本当にこう選ばれる時代に入っていく、そういった中で定評のあるうまい先生がスタジオで収録したものを配信して、それを受けた方がクオリティのいわゆる維持っていうか担保っていうかね、そういった意味でもいいなと。全くコロナって意識してませんでしたが、それに取り組んでいかないと、塾の存続っていうのは厳しいだろうな、そういうことから昨年の3月から導入しました。たまたまこれが今ピタッと来たわけですね。そうですね、はい、じゃちょっとこう時代に先駆けて、そうです、ね、オンラインを始めて、ちょっと偶然ですけどね。でもそっちにこう舵を切ったことで、はい、やはりこう結果としては良くなってきていますか。はい、にわかっていうか付け合い具合でなくて、はい、このコロナ禍で対応できたんで、どこにいても同じクオリティの授業を受けられる。そうです、うん、機会均等ですね、教育の。そうです、ね、地方にいても最先端の授業を受けられるという、うん、はい、だからこう地方だからこれが難しいとかそういったものがなくなるっていうのはすごく大きいことですよね。そうですね。そして
もう一つ重視しているのが支える取り組みです。もちろん学習塾なので志望校合格が最優先なのですが、それがゴールになってはいけませんよね。東大セミナーでは生徒だけでなく親の不安にも向き合うことで、授業と日常生活の両面から指導し、自ら勉強する習慣を身につけていってほしいと考えています。おすすめストレス解消法ランキングというのをお伝えしていきます。まずですね、第1位、これ好きなことをやる。学習についての不安です。その中で一番多かったのはこちらにある学習の絶対量が不足する。特徴としてはですね、各高校同じ問題です。全部どこの高校も同じ問題。その中でも柳生社長が最も重視しているのがこの手帳。生徒一人一人全員がですね、手帳を持ってるんですよ。手帳、はい、結構みっしり書かれてますけど、はい、これは何ですか？これはね、1週間の勉強のスケジュールです。何時から何時にですね、何を行うのかとかですね、あるいは目標を記入するところがあったり、イメージとしてこんな風に解くんだよとか、そういう攻略法を教えるっていうイメージがあったんですが、成果を出すためには知識を教えるというよりも、いかにその本人のモチベーションを上げるか、まずはじめになりたい自分のイメージがあるんですよね、はい、それに近づくために勉強するんだと。じゃあ何をいつまでにどうするかっていうようなことをこう先生とまた一緒に相談しながら、でそれが塾の役割だと私は思ってます。確かに。そうすると成績は勝手に上がります。結果として。こんなに勉強するんですか皆さん？これはちょっとしすぎですよねこれだけ勉強したらちょっと体悪くなるんじゃないかなと思うんですけど。また受験以外にも小学校で必修となったプログラミング教育をゲーム感覚で楽しく学ぶなど、常に時代の先を行く取り組みを続けています。ここ抜けたら、ここ抜けたら抜けますねおー素晴らしい、天才いいよ、短時間できたね。実際はね、小学生の子たちこれだとね、すごい勢いでね進んでくるんですか？アナログとデジタル、両方の強みを生かして飛躍を続ける東大セミナー。最後に金言をいただきました。はい、これです。強化で育てる。やればできるとか、やったっていうこう達成感ですよね。まあ自分の努力が実を結ぶという経験を勉強を通して、まあ体感してほしいということです。それが今後の人生にすべてつながっていきますもんね。そうですね。なかなか自信のない人多いですかね、私も含めてですね。ですからやっぱりその結果につながるというかね、努力はこう報われるというか、そういったことを、まあ、教科を通してですね、学んでいただければいいのかなと思ってますね。